ゲームスパークのラジオ善意。幻のゲーム、オメガテックの思い出を募集しますのコーナーです。イェーイ！イェーイ！新コーナーだ、これが。はい。これはね、オメガテックっていう昔あったゲーム機の情報が全然インターネットにないんで、それを読者の皆さんに募集してもらうっていうコーナーです。で、オメガテックマニアからね、メールが届いてます、実は。オメガテックが好きだったっていう方からね、いや嬉しい、こういう人が発見できて、本当にいるんだなって、オメガテックのことを思えてる人っていうのが、いやいないと思ってた、全然ツイッターとかでも話、俺もいないと思ってます今でも。いやでもいた、3人、3人、うん、3人、また3人いつもの数字で3人いました。じゃあ読んでいきます。ラジオネーム、レトロゲーム大好き地下アイドル西川ベラボーマンさんからです。ゲームスパークの皆さん、はじめまして。私はレトロゲームが大好きな地下アイドル、西川ベラボーマンと申します。今回はラジオで大好きなオメガテックの話をやってくれるということで、本当に感激して筆を取ってしまいました。オメガテックといえば、大層電機、かっこ後の大層エンタープライズの発売したゲーム機で、定価は 19,800円。発売当初こそ話題をさらったものの、ソフトを2本買った人に焼き鳥を1本プレゼントするという CM 戦略の失敗や、コントローラーの初期不良、かっこ後に解消されましたが、かっこ閉じの問題で振るわず、なんと3ヶ月でその短い一生を終えてしまうんです。そうだったんだ。ですが、後のダンジョン RPG のフォーマットを作ったションクなど有名なソフトが出ているんですよ。今でもションク系っていう言葉を使いますよね。有名です。怖、はい、なんか。あ、ションクってオメガテックからだったんだ。ションク系のゲームってあるもんな、結構。スチームとかで。ずらーって出てくる。出るたびに結構ね、特殊とかされてますよ。怖い。1個目やったことないもん、ションクは。うん、確かに。1個目っていうか、まあ一つもやったことないし聞いたこともないんだけど。ションクってどこのゲームなんですか。ションクってどこだっけな。アクティビジョンアクティビジョンじゃないかな。へえ。ションクってありましたね、ダンジョン RPG でね、すごいよく見下ろし型とかなんか。スタン型みたいなのあるけど、ションクはまあそういうんじゃない。なんと足元からのカメラアングル。下から見てるっていう。じゃあ次。ラジオネーム、ロボーのゲーム好き親父56歳さんから。お、オメガテックか、懐かしいね、かっこ笑い。まあ俺に言わせてもらえば、あの時代のゲームが本物のゲームだったよね。今のようなさ、退屈なゲーム業界と違って、まあエキサイティングさがあったわな、かっこ笑い。だから未だに愛され続けてるわけ、かっこ笑い。ああそうそう、オメガテックの話な、すっかり忘れてた。オメガテックといえば、ゲームソフトが生筆できているっていうのが大きいな、特徴でしたね。生筆ゲームソフト、どうやって言えんの、生筆できてる。プルプルしてるからね、生筆は。ああいうなんか柔らかいものが情報媒体ってめっちゃサイバーパンクだな。生筆できてるのか、ゲームソフトが。だから今残ったんですよね、腐っちゃって。最後、ラジオネーム、マイブラッディ・バレンタイン坂本さんからです、ね。ゲームスパークの皆さん、ご無沙汰しております。フリーランスゲームライターのマイブラッディーバレンタイン坂本です。そういえばあの記事大変でしたよね。怖え。ない思い出を植え付けるのやめてくれよ。でっかいすき焼きを作って上からたくさんの SD カードを振らせるやつ。まず、でっかい鉄鍋を用意するのが大変で、鋳造業者に発注したんですもんね。で、次は割り下。これがもうタンカー3台分必要で、あの時は本当に苦労しました。もう8年になりますかね。いやーほんと、ゲーム機の付属品を巨大な鍋料理にぶち込むブームが終わってよかったですね。もう世界線が違うんだよな。あの時期のゲームスパークってほんと、ゲームメディアっていうか鍋メディアみたいになってましたもんね。鍋メディア。読者もゲーマー力士ばっかりで。
今本当にみんな冷静になったみたいでよかったです。オメガテックといえば思い出されるのは読者投稿で思い出のゲーム機エピソードを送ってもらう企画ですよね。オメガテックのメールを読んだ編集が呪われちゃって編集隊で見つかったもんだから。霊媒師やっとって本当に大変だったんですよね。あれ、結局力士の霊がついてたんですよね。だから鎮魂のためにまたでっきり鍋作って、かっこ笑い。ウケるなぁ。また鍋の記事書くときは呼んでください。坂本さん、ねえ、久しぶりですね。知らないよ。マイブラって、マイブラ、マイブラ坂本。マイブラ。坂本さん、鍋詳しかった、確かに。うん、ゲームと鍋の関係。知り合いなんですか？いや、会ったことない。噂だけ聞いてる。俺が読者だった時代だったからね、その、ゲームスバックが、まあ、ちょっと鍋が中心だった。鍋にゲーム機の周辺機器をぶち込むブームだった時期は、俺まだ大学生とかだから、それは。あれ、狂ってたな、本当に。でっけえ鍋作ってゲーム。なんか全部入れてね、割り下と一緒に。煮て食わないっていう、食えない感じなんだね。めちゃくちゃだよ。終わってよかったですね、そのブームは。うん。そっちが、そっちが主の記事だった。なんかメールだったんだ。以上、オメガテックのコーナーでした。鉄塔デズリ悪夢みたいだったな。